日本はどうですか？めっちゃ楽しい。楽しいんだ。すごい。そこ学生なんでね、めっちゃ楽しいってなんかすごい。さあ始まりました大学問。今回も岡間のけんちゃんがお笑い盛りだくさんで日本福祉大学後半を巡りますよ。なんか英語の会話聞こえない？あ、学生さんがいる。お邪魔します。失礼します。こんにちは。皆さんこんにちは。ケンちゃんが潜入したのは英語デジタルコンテンツの授業。この日は SDGs に関する取り組みについてカンボジアの大学生とズームで意見交換をしているところでした。何の授業なんですかこちらは？これはですね、はい、SDGs を実践する授業です。 SDGs が分かんないです。世界全体が、はい、平和で、はい、豊かに継続して、はい、地球を運営できるようにという。素晴らしい。すごいこと学んでるのね、みんな。 SDGs を理論的に学ぶという、はい、学校は多いんですけども、はい、実際にこうそれに貢献する、はい、仕事をするという。ここの学生はみんな英語もできますので、はい、カンボジアの教育を支援するための先生のコンテンツを作ってるという。彼らはすごくて、はい、母国語ができる、はい、英語ができる、はい、それで日本語はパーフェクトにできるという、はい、そういう国際人なんですよ。でもエキスパートが各国のその卵がみんな集まってるわけですね。そうですね。それとコロナだからこそこう、はい、こういうネットワークをつないでですね。なるほど。今カンボジア？はい。マジに？カンボジア、名前は何？ティーナさん。ティーナ。So, hello. Hello, yeah, my name is Kay. You are very beautiful. Me too. Nice to meet you. Me too って言ってるけどね。Me too って言ってるけどね、ごめんね。And, 先生、ちょっと一個だけ気になるんですけど、なんでラップがあるの？どうですか？これはですね、今から弁当の時間がなんか？コロナはなくすため、はい、プロテクターみたいな感じで使います。はい、そういうことね。これ直接触るとコロナの細菌が移っちゃうかもわかんないからということで、どこの国の方ですか？スリランカ。スリランカ。シーギリアロック登りました。すごい。ね、すごい。あれ世界遺産ですよね。はい。どこの国の方ですか？私、スリランカから参りました。どうもようこそ、本当に日本へお越しくださいました。日本はどうですか？めっちゃ楽しいです。楽しいんだ。すごい。そこ学生なんでね、めっちゃ楽しいってなんかすごい。ごめんね、マスクしてると何人かが分かんないんだよね。まあ、じゃあまとめて日本人の人。まとめて日本人の人、分かりました。将来何やるんですか？英語を使った職業に就きたいなって感じですね。海外と関われる仕事がしたいな。海外と関われる仕事、今特にまさしく本当に世界が一個なんだとダメだもんね。日本に来る外国の方と一緒に旅行業界の職業に就きたいなと思ってます。あ、そっか。じゃあ日本に来る外国人をおもてなすっていう形で、おもてなしをしたいのね、はい、ネパール人。ネパールから？もう何年ですか日本に来て？ネパールから5年ぐらいです。5年、すごい。寂しくない？大丈夫です。日本が楽しいの。楽しい。もともと空港で働きたいと思ってたんですよ。空港でね、はい。それでここの学校だと、うん、なんか通部国際空港とインターンシップとかできるので、うん、ここだとなんとかここで働けるなと思ってここに入りました。グランドスタッフっていうのは、ああいう空港で働く、そういうことも学べるっていうのですごいな。あなたの夢を教えてください。世界も相手にする機械メーカーにその内定をもらったんで、はい、そこで来年から働いて。もう内定もらったんだ、はい、おめでとう。ナチブラボー、すごい。将来は学校の先生になりたくて。学校の先生か。で今は教職課程を履修して勉強しています。あとこの学部では国際協力とか青年海外とかの分野も専門的に学べるので、将来はそういう分野にもつけたらいいなって。国で日本の会社たくさんあります。すみません、日本人じゃないんですか？はい、そうです。どちらの方ですか？ベトナム。全然わかんない。今ビデオ撮ってます。ビデオ撮ってるよ。ああ、ちょっとお母さんのに伝えたいことがある。お母さんに？じゃあこっちに向かっていい？ああ、ただこれがお母さんとつながってないと思うけどね。そうかね、そこのまず理論間違えてるね。大丈夫大丈夫、一回いいよ、行ってみて。お母さん、いいよ。お母さん会いたいです、頑張ります。やだ、涙出てきちゃう。みんな同じ気持ちなのよ、ここにいる子たちは。この学生さんたちにどんな大人になってもらいたいですか？はい、
やっぱり自分の幸せと同時に自分に関わる人、はい、世界の幸せを2つ考えれる人間、それを実践する人間になってほしい。すごい、はい、今日お忙しい中本当に貴重な時間ありがとうございました。どうもありがとうございました。ティナごめんね、 I'm sorry。 学生の皆さんありがとうございました。キャンパスのここ上の階でしょ、まさかここ体育館、すごいすごいとこに体育館あるね。こんにちは、お邪魔します。こんにちは。いや卓球やってる、うわ懐かしい、卓球だ。こちらって体育館なんですか？はい、体育館です。学校のキャンパスの上に体育館があるってすごい大学で。そうですか。初めてですよ。あ、そうですか。うん、お話伺うとなんかの1年生だけ体育の授業があるっていうのは聞いてたんですが、はい、まさしく今この授業ですね。そうですね、あの卓球の授業ですね。卓球の授業、はい、ちょっとお話聞いていい？こんにちは。卓球って昔からやってた？はい、やったことはないです。大学入ってから？あ、そうですね。楽しいよね。まさか大学で卓球やると思わなかったよね。この大学に入った理由は何？1年生には。そうですね、オープンキャンパスに来た時になんかすごい雰囲気が良くて、うん、学校自体も悪くなさそうだなと思ったので、うん、ここにしました。男女混合でやってるとこあるよ。ほら、ね、どちらのお国の方ですか？ミャンマーから参りました。ミャンマーから。お疲れ様です。ありがとうございます。わざわざなぜこの大学に入ったんですか？国はまだ発展されてないから、はい、子どもたちが自分に、教育受けられるように役に立ちたいから、この大学に入りました。素晴らしい。もうじゃあなたの背中には国を背負ってるんですね。はい。だってかっこいい。学年と学部教えてください。あ、1年生で、国際学部です。はい。あれ日本人じゃないの？え、日本人ですよ。日本人ですね。なんかちょっとごめんなさい、日本がちょっとタチタチしてない。はい。あ、私1年生です。クロムです。1年生です。はい、留学生です。あなたが留学生なんだ、ごめんなさい。なんでこの大学を選んだんですか？いっぱいあるじゃん、世界には大学が。日本に来てずっと愛知県に住んでいて、先生になりたいという夢があって、うん、なんかこの大学は勉強できるから。なるほど、はい、先生になれる勉強をしてるわけですね。そうです。どんな先生になりたいんですか？日本語先生です。日本語先生、はい、うまいもんね。惨敗です。お昼時、学食にはしっかりと感染対策がされた中で、楽しくランチタイムを過ごす学生さんたちでにぎわいます。大学の大人気メニュー、スタミナ焼肉丼中。すっごいいい匂いなのよ。テンション上がる。もうこの匂いで元気出れば、このスタミナ丼見てこれ、ほらこれニンニクの茎じゃないこれ。 いいね、玉ねぎも入って。いただきます。すげえずっしりだわ。これもこれで中だよ。ほら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 、もう今よだれで出た。いただきます。うーん、おいしい。さあ昼からもロケ頑張ります。こちらは基礎看護学、成人看護学の実習室。十分な技術演習が行えるよう、モニターシステムや高機能シミュレーターなど最新の機器を備えており、学生は食事や排泄援助、採血や注射など看護実践に共通するさまざまな看護技術を習得します。こちらの地域、在宅、老年、精神看護学の実習室では、地域で暮らす方や高齢者を対象とした援助方法を学び、自宅で療養している方への看護方法や技術を身につけることができます。母性小児看護学では、妊婦体験装具をつけての疑似体験、赤ちゃんや小児のモデル人形を使ってバイタルサインや身体計測などの演習を行います。さて前回に引き続き、日本福祉大学の学生の皆さんに今回はプライベートなことをいっぱい聞きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。プライベートです。ドキドキしちゃいますよ。あんなこととか、あんなこととか、そんなことも聞いたりして。現在恋人がいる人、はい挙手。
全滅残念だこの番組始まって以来2回目です。あ、全滅初めてじゃない。学生生活って学業と恋愛ってなんか両方となかった方が余計バラ色じゃんって感じがするんだけど、まあそれはそうなんですけどね。いつ頃まで彼氏いました？大学2年生の秋までいましたもうなんか鼻で笑っちゃったなんで別れたの？聞いていい？泣かないでよ。長野県だったんで相手が遠距離ね。はい。で高校も一緒だったんですけど LINE も全然返ってこなかったんで。いやまあほら飽きられてきたのよだんだん。で私も返さなくてじゃあもう高橋さんじゃない？私が別れよって言ってでもう絶縁今で、はい、もう LINE もブロックして。すごいわ美穂ちゃんの性格だね。僕も一昨年ぐらいですね。なんでみんなその2年前ぐらいで別れちゃうのよ。なんか、まあ、僕が悪いやつだったのかなとは思いますね。浮気だだろなんだろお前今は仲いいんですか悪いんですか？今はもう連絡すら取ってない状態ですね。なるほどね、うん、はい。私も一昨年ぐらいで、ね、ちょっとみんな一昨年全員そうなんですよ。考え方が違って向こうは常に一緒にいたいみたいな感じだったんですけど。いいじゃんそんなラブリーな人ねあまりほっとくと私のことほったらかしにしてって言うし、なんかあまりにも構うと私のこと構いすぎたまには自由にしてやとかなんかさ。同じ大学なんで会ったら話はしますけど、まあ LINE とかのやり取りはしてないですね。ちょっとはい、ケンちゃんは、なんで私の話ケンちゃんは、別れても友達でいたいの。おー、いいですね。だって2年付き合ったら2年間のキャリアがパーになっちゃうじゃんって感じがするのよ。なんか、損こいた感じがするの私。そうですね、無駄になる気が。だから別れる理由は別れる理由として納得して、人としてはずっとこう付き合ってた方が楽しいかなと思って、で、その人も成長するじゃん、私も成長するじゃん。もういいわ、あんたたちにはどうでも最後の質問です、それぞれの今後の夢をもしも決まってることがあるなら教えてください。今就職活動の中で、大切にしてるのが地域でなんか人の生活支えたいなみたいな感じで就職活動してるので、うん、それを叶えれる仕事場につけるのが夢ですかねなるほどね、はい、まだなんとなくまだ手探り状態。JA であったり信用金庫であったり、うん、そういう金融機関で経済学部で学んだことも活かしていけたらなっていうふうに思ってます。今おっしゃった JA とか信用金庫ってさ、なんか密着だもんね。あ、そうです ね窓口でこう大丈夫ですかとか、なんか何かありましたかって声をかけてくれそうな、なんかホットな感じが似合いそう。あ、本当ですか？じゃあ自信持って。いや、すごい似合いそう、はい、うん、あ、ひろきくんは？そうですね、まあ、僕はまあ男っていう立場もあって、で一応長男で一人、男の子一人なんですよね、家計的に。でそうなるとやっぱり、まあ、安定性っていうのが求められる就活状況だったので、まあ、そこら辺は、まあ、親からも、なんだろう、許されるぐらいの企業には行けることになりまして、まあ、今後はその、まあ、母親父親たちの、まあ、親孝行として返していけれたらなって将来的には思いますね。働き先決まっちゃったんですね。そうですね。おめでとうございます。ちらっと何系なんですか？もう本当に JA なんですよ。なるほど、はい、いいな今後の JA さん、なんかまたなんか楽しいことやりそうだねそうですね、イベントごととかに携われたらすごい嬉しいなと思います、うん、小さい頃からの夢だったその地域に関われる仕事、今就活中なんですけど、うん、観光客の方に今出してるところなので、将来はまあ観光を中心に活性化でき、地域を活性化できたらなっていうのは夢ですね。まあでも本当にあの3人とも、この日本今大変じゃん世界中に、でもあなたたちの夢がなんかこの苦境を切り開いてくれそうな気がするので頑張ってくださいね。ありがとうございます。じゃあ今回は本当にありがとうございました。さて今回の日本福祉大学東海キャンパスいかがだったでしょうか。福祉大学のイメージが変わりました。優しい学生さんがいるのは当たり前と思ってましたが、心強い、びっくりです、一人一人個性があって将来を見据えて、私たちちょっとなんかおじいちゃんおばあちゃんになっても明るいぞと思いましたけど、さあ次はどこの大学に行くんでしょうか。お楽しみに。